バシーリー3世は、モスクワ大公。イヴァン3世の次男、母は、モレアス先生公、ソマスパレオロゴスの娘ソフィア。イヴァン4世の父。1490年代、バシーリーとイボニー・イヴァンのイジ・ドミトリーとの間で、双方の母親ゾエとエレナを中心に激し、後継者レースが展開された。イヴァン3世は1497年一旦は、孫のドミトリーを、 共同統治者としたものの、1500年にはバシーリーを共同統治者及び後継者に指名し、ドミトリーとその母親エレナは失脚した。この争いには、正教会とユダヤ派という異端との宗派対立も絡んでおり、バシーリーは正教会側に担がれていた。即位後は、父親の領土併合、拡張政策を継承し、未婚で死去した二人の弟の領地を奪って、 分割相続の弊害を抑止した。さらにプスコフ共和国、ボロク公国、リャザン公国、ノブゴロド・セーベルスキー公国など近隣地域をモスクワ国家に組み込む。リトアニア大公国との戦いでも勝利してスモレンスクなどを獲得した。南方では火山藩国に親モスクワ派の藩を立てた。外交にも積極的で新生ローマ帝国やオスマン帝国、 ムガル帝国に施設を送った。内政では、地方行政を整備して、直接統治に移行させ、財政、外交分野の専門家を登用して、引き続出身者にも役人となる道を開いた。また、政教会との関係も一気に強まり、サーリが教会を保護する義務を負い、教会がサーリ権力を支持するという形が定まった。 バシーリー三世は1505年に即位すると、伝統の花嫁コンテストを開き、1500人の高貴な娘の中から、ソロモニアサブーロバを妻に選んだ。しかし子供に恵まれず、1525年、不死境ダニールに婚姻無効の宣言させ、彼女を修道院に遊兵する。1526年、タタールの血を引くリトアニア生まれの大貴族の娘エレナ、グリンスカヤと再婚し、 マニ、後継者イヴァン及び、ユーリーの二人の息子を設けた。この離婚と再婚の経緯に対しては、聖マクシム・グレクが反対したが、ためにマクシムは投獄されることとなった。マクシムはその前に、イタンの出現による思想的混乱の収束を狙って、聖書、格式当書等を翻訳させるために、バシーリー三世がギリシャのアトスさんから呼び寄せていた修道士であった。 1533年12月に敗血症で没死し、幼いイヴァン4世の下で大貴族が権力を奪い合う時代が続いた。バシーリー3世は、狩猟や修道院巡礼を趣味とし、西欧の思想、技術にも関心を抱く、解明的な君主だったという、ありがとうございます。